新疆ウイグル自治区のウルムチ市政府は、先日テロ事件の阻止に協力した場合、最高で100万元の懸賞金を支払うと発表しました。9日、ウルムチ市政府は9月1日から始めた新たな措置を発表しました。この措置は、テロ対策で支払う懸賞金を列挙していますが、そのうちテロ犯罪を阻止して犯人を警察に引き渡した場合、最高で100万元の懸賞金を支払うとしています。100万元は懸賞金としてはここ数十年で最高金額です。その他、犯人逮捕や重大な暴力犯罪防止につながる証拠を提供した場合、最高で50万元の懸賞金、テロ事件の摘発につながった場合は最高で20万元の懸賞金、宗教的な服を着ていたことを通報しただけで最高で5万元の懸賞金だそうです。民主活動家の張さんは、お金を使ってウイグル族を分裂させようとしても無理だと述べます。今年4月30日、ウルムチ市の駅で爆発事件が起きて以来、新疆ウイグル自治区では暴力事件が相次ぎました。当局は現在、テロ撲滅の名目で締め付けを強めており、3億元以上をいわゆる通報を奨励する予算としました。新唐人テレビがお伝えしました。